ジャパンバーテンダースクールの校長の坪井です。よろしくお願いします。今日はかっこいいこうシェーカーからですねカクテルグラスへのこう継ぎ方についてちょっとやっていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは始めます。まずここに事前に氷入れておきました。あとは練習なのでお水を少し入れておきます。そしてシェーカーを振りますね。一般的に振ります。そして注ぐんですけれども、今日はここの注ぎ方にフォーカスして撮影をしたいと思いますので、そして注ぐんですが、一番結構皆さんやるのがこう激しくですね、パン、こういうのですね、こういうのに興味を持たれる方が結構いらっしゃいますので、今日はこのやり方、注意ポイントですね、そこを教えていきたいと思います。まず今少しやりましたけれども、注ぐときにですね、いくらこう激しくやっても一滴もこぼれてないんですね。こういうふうにこの辺にですね。ただ見よう見まねでやってると割とガシャンとこぼしてる人も結構いますので、どうやったらこぼれないかっていうのを解説して話していきます。一番大事なのはですね、こう継いでる時ですね、継ぎ終わる直前にですね、ここのシェーカーのこの出てくるラインですね、ここから上がると今飛んできましたけれども飛びます。ですからどんなに激しくしても大丈夫なんですけれども、こういうふうにパッと下げたりとか、あとは結構上げて横にこうとかっていうふうにすると、まあ、一滴もこぼれないんですね。まずはいい注ぎ方をしてみます。注いだらこぼれてないですね。注いだらさっき説明した通りに注いでここのラインですね、ここのラインから下げてやると、まあ大丈夫です。下げて、はい、これをちょっとこのラインから上げてみます。激しく飛びましたね、こういう風にね。だから理論上はここから上げたら飛んでしまうっていうことです。これを下げながら、これをシェーカーでやってみると、はい、上がりました。注ぎます。注いでなくなりそうになったら上に上げて、結局上に上げる理由っていうのも下のまんまでやると当たっちゃいますね、こういうふうに。ですからある程度上に上げて立ってやる方が多い理由っていうのもそういう理由です。ここのシェーカーを返しても下にこう下げてもここに当たらないところまで上げてパッてやってる方が多い印象がありますね。あとはもうシンプルにやるのであれば、こう激しくやるっていう風なのが好きじゃないなっていう方は、こう注いでいただいて、そのままスッとっていうのがいいかと思います。私がよくスクールの方で教えるのは、このおへそのあたりですね、まあ、人によって、ね、身長が違うのであれなんですけれども、こういうふうにこうシェーカーのここの部分をですね、このおへそのあたりですね、このラインにちょっとこう持ってくるようなイメージでやると自然な動きになっていいのかなっていうふうには思います。はい、いかがだったでしょうか。まあ激しくシェーカーをこう注ぐときにですね、こう切るのもいいですし、静かにやるのも私はどちらでもいいかと思うんですけれども、まあ、激しくやるときには激しくやってこぼすっていうのはあまり良くないので、まあ、それであれば静かに丁寧にやった方がいいのかなとも思いますし、まあ、激しくやる方はですね、いっぱい練習して、先ほどの項目ですね、注意しながらたくさん練習してやってみてください。ありがとうございました。